19世紀にジョージ・フォックスを描いた彫刻画日時は不明ジョージ・フォックスのサインジョージ・フォックスは新京都革命から王政復古期のイングランドの宗教家、非国教徒で一般にクエーカーとして知られるキリスト友会の創始者である。激動の時代を生きて宗教的、政治的な世論に人並み外れた妥協を許さぬキリスト教の信仰に、 対するアプローチを行うことにより、反旗を翻した。日記はその生き生きとした個人的な旅行期ゆえに、クエーカー以外にも人気がある。ジョージ・フォックスは、イングランドの、レスター・シャーシュードレートンイコール・インイコール・ザイコール、クレイで生まれた。この地は今は、フェニードレートンとして知られており、レスターの南西2 4トルのところにある。父、クリストファー・フォックスは、旗織り職人で、 正義のクリスターと近隣の人々から呼ばれていた。母メアリーラゴについては、殉教者の家系の出であると述べている。子供の頃からフォックスは真面目で、宗教的な気質を備えていた。教育はイングランド国教会の信仰と実践をもとに行われた。両親は国教会の信徒だった。正式の学校教育を受けていなかったが、読み書きはできた。 まだ幼い頃から聖書に魅了され、聖書の勉強を続けた。私が11歳になった時、純粋さと礼儀正しさを知った。なぜなら、子供だった時、私は純粋なまま歩んでいく方法を教えられたからだ。神は私にあらゆる事柄について経験であれと教え、そして経験深く二つの方法を実践するように教えた。すなわちそれは、 内面的には神に対して、外面的には人に対しての実践である、トマス・フェアランドによって石版に描かれた、フォックスの肖像画の複製。大人になって、家族は牧師になったらいいのではないかと考えたが、そうせずに靴職人と牧畜業者の見習いになった。このことは、フォックスの瞑想にふける気質に合致していた。主人と取引する。 羊毛商人たちの間では勤勉で有名だった。生活の中で何かに取り憑かれたかのように、常に徹底的に謙虚かつ一切の贅沢を放棄する、質素なスタイルを通した。羊飼いとして過ごした短い時間は、この人生観を形成するのに大変重要であった。晩年になって、アベル、ノア、アブラハム、ヤコブ、モーセ、 ダビデがすべて羊飼いあるいは牛飼いであったということ。そしてそれゆえ、学問的な教育は、聖職者の素質とは関係がないということを指摘して、歴史の大いなる循環を解く一通の手紙を書いた。たとえそうであっても、教養ある人々と友好関係を持つのを、恥ずかしいとは感じなかった。頻繁に、ナサニエル・スティーブンスという生まれ故郷にいる牧師を訪ね。 宗教的な事柄について長い討論を行った。スティーブンスはホックスが天付の才能を持つ若者だと認めていたが、この二人の間には非常に多くの問題について意見の不一致があったため、後にホックスを強人呼ばわりし、その後のホックスの経歴の中でホックスを非難した。ホックスにはまた教授である友人たちもいた。しかし、 19歳までにその友人たちの振る舞い、とりわけ飲酒について見下すようになった。あるンの祈りの中で彼は内なる声がお前はいかに若者たちが虚しさの中にいるのか、年老いた者たちが地にうずもれているのかを見たのだ。そしてお前は彼ら全てを見捨て関わらないようにし彼らに対してよそ者でいなければならないのだというのを聞いたと記録している。 このため、精神的苦痛と混乱を抱えつつ、ドレートンイコールインイコールザイコールクレイを1643年9月に離れた。バーネットに滞在中、フォックスは自室に何日も閉じこもったり、はたまた一人で田園風景の中を散策したり、といったことを繰り返した。非常に熱心にイエスが砂漠で悪魔の誘惑を受けた時のことを考えており、 イエスを自分自身の精神的な状態に例えたが、神が自分を支え、保護するであろうという信念から力を得ていた。折々に様々な宗教学者の関心を引きつけたが、そうした学者を拒絶した。なぜなら、彼らが教えている教義に自ら沿っているとは、感じられなかったからである。フォックスは、聖職者仲間を精力的に探し求めたが、彼らから安らぎを得られなかったという。 というのは、ホックスが悩んでいる数々の問題に対してあまりにも能力不足に思われたからである。ウスターシャーのある牧師は、タバコをやるように、そして賛美歌を歌うように進めた。また修道院の別の牧師は、最初は協力的だったが、ホックスがたまたまその牧師の庭にある花の一つを踏みつけたところ、腹を立ててしまった。さらに別の牧師は、 殺戮がやめる魂を治療するのだと示唆した。1644年6月、失望と落胆の中で故郷に戻った。しかし、そこでもまた手助けしてくれるものは見つからなかった。フォックスの家族や友人たちは、困難を解決する方法として、結婚や軍隊への入隊という道を提案したので、ある。間もなくもう一度旅に出なければならない。しかも今度は、 いずれ遭遇することになる宗教の姿に近づくための探求の旅にしなければならないのだと決心した。フォックスは承服できない事柄に対して、そこから退却するのではなく、それに対して挑戦するのだと心を決めた。それから数年にわたり、フォックスは特別な宗教的信仰が形作られるように、イギリス中をひたすら旅し続けた。祈りと瞑想の中で、 自分の信仰の本質に関して以前より素晴らしい理解に到達した。そして何を自分を必要としていたのかということもわかるようになった。この過程を幕開けと呼んだ。つまりそのことを一連の突然起こった主題の啓示という形で経験したからである。また標準的なキリスト教の理解についてその深い内面まで理解するに至った。すなわちそれは 神の創造と救済についてである。フォックスの考えは次のようなものであった。女性のクエーカーがロンドンでの集会で説教を行っているところである。フォックスは一般と違う信仰のゆえに主要な教会とのつながりを断ち切った人々のグループである被告教徒の中である経験をした。被告教徒が教会こそ作らなくとも霊的な理解を手助け、 してくれることをずっと望んでいた。だが、実際にはそうはいかなかった。例えば、女性が一人前の人間としての魂を持っていると主張したため、あるグループと対立した。このことは、旅行期の次のような有名な一節で述べられている。1648年、ホックスは布教活動を正式に始めた。市場や野原、様々な会合、時には、 牧師が礼拝を終えた、尖り屋根の家でさえも説教を行おうとした。フォックスの説教は力強く、多くの人が、フォックスの信仰を、真の宗教の精神性の中では勝ち合っているのだと、確信していた。静かに待つという形式で行われるフレンド会の礼拝は、この時点までに十分に確立されていたと思われる。ただし、この形式が、どのように作られていったかは、 記録がない。また、フレンド会がどの時点で成立したのかでさえ明らかではない。だが、しばしば旅を共にした一軍の人々がいたことは確かである。ただ単にフレンドというだけでなく、光の子という言葉も同時期に使われた。しかしながら、フォックスには教団を設立しようという考えはなかったようで、ただ単に純粋で本物の 本来の素朴なキリスト教の原理として見たことを主張したかっただけであると思われるものの、後に結成した組織で宗教上の立役者として大いに手腕を発揮したフォックスの説教は著作から広まったが、主にそれは自身が計画した強烈な個人的体験の結果であった。フォックスは当時の道徳を痛烈に批判し、信じる者は救われるとする。 ランター派の批判は避けたが、徴収に汚れなき生活に導こうとした。この時、様々な見解が各州派にあり、そうした対立と混迷により各派代表により何度も開かれた会議でフォックスは自身の意見を述べようとすることになる。1651年までに多くの有能な説教師を集め、回収を呼びかけて各地を放浪し続けた。 フォックスらは、オーダーなどの激しい妨害を受けながらも放浪を続けた。窃盗罪で処刑されることになっている女性の事件に、対する、道義的に悪と考えたことに対する判事への、告訴状に見られるように、社会的正義への関心は徐々に深まっていった。チャールズ一世の抑圧による内戦と、イングランド共和国開始による混乱で、権力構想は、 イングランド民衆にとって身近な問題になっていた。フォックスと共和国の争いは避けられないものになった。1652年、フォックスは神がペンデルヒルに向かうよう導いていると感じた。キリストに集うスータの霊が見えた。そこから神を求める人々が集まっているというウエストモーランドのセドバーグに旅をした。近くのファーバンクフェルでキリストは直接人々に 語ることができるというフォックスの教えを受け入れたフランシス・ホグ・イルラ・多くの人々に説教した。1650年にダービーでフォックスは神を冒涜したとして投獄され、ハンジは神の言葉に震えよとフォックスが言うのを嘲笑って、フォックスらを震える者と呼んだ。反王政復古の戦いを拒否して刑務所でひどい扱いを受けた。1653年にカーリススルで 有罪判決を受け、この判決で死刑もあり得たが、議会は若者が宗教で死ぬよりはと釈放を求めた。迫害が始まって、忠誠要求と暴力がフォックスにのしかかってきた。もともとフォックスの教えで、絶対的なものであった先生と武器を取ることを拒否するということが、さらに公の場で重みを増し、どんな圧力を受けても、フォックスらは行わないことを決意した。 1652年の手紙で、波が頭を叩き割ろうとも、精霊と共にあっても、肉体を武器にしないようともカイトに求めた。1654年に、ロンドンで、1656年にローセンストンで、1660年と1663年に、ランカスターで、1666年に、スカーボローで、1674年に、ブスターで投獄された。 フォックスはたびたび、騒乱を起こしたというだけで告発もなく逮捕されたが、信徒と共にもっとあ明らさまな罪名でも起訴された。こうした法令の適用は、稀だったが、クエーカーには不当な礼拝を認めない法律は、ザル法であった。信仰により、社会的平等を求める活動は、無礼な行為と映った。先誓を拒否することで、法廷での証言が明確な証拠にならないように、 国会の中世をクエーカーには法律で強制することになった。刑務所でさえジョージ・フォックスは手紙を書き説教することを止めなかった。投獄されたことは救いを求める人々と接する機会を与えてくれたものと感じていた。そこでの行動で手本も示そうとした。クロムウェルはフォックスの信奉者であり、彼の教えのほとんどに賛同したが、クエーカーに対する迫害は続いた。 共和国では、王統派の陰謀があるのではないかという疑念と、フォックスと旅をする大集団が頭角を企んでいるのではないかという恐れを募らせていた。1653年にフォックスは逮捕され、五国境オリバー・クロムウェルと面会するために、ロンドンに連行された。武器は持っていないと断言した上で、フォックスは、クロムウェルとザンジとモカイトと、 伝統的な宗派の信者との違いを話すことができ、神の声に耳を傾け従うよう助言した。去り際にクロムウェルは目に涙を浮かべて、またお越しください。つ日が1時間しかなくても二人はもっと信仰を結ぶべきですと言い、自分に対するものよりもひどい扱いをしたくないと付け加えたと記録している。フォックスは再び自由の身になった。この話はたびたび、 権力に真理を語る例として引き合いに出され、その後のクエイカーが暴力を望まないことを示す説教に使われている。フォックスが実践した淡白な喋り方と質素の考え方に密接に関係しているが、世界的な絶滅戦争、不正、抑圧の末に広がりを見せている。フォックスは数日かけて行ったクエカー弾圧を緩めるよう求める署名をした1656年に、 クロムウェルに再会した。個人としては会談はうまくいき、深刻な意見対立があったものの、良好な関係を築いた。フォックスはクロムウェルにイエスの足元に王冠を置くよう進めることさえ考えたが、クロムウェルは拒否した。三度目はハンプトンコート宮殿で1658年にあったが、五国教は病気が悪化していて、長くは話せなかった。フォックスは 生けるカバネのようだったと書いている。クロムウェルはその年の9月に死去した。1657年までの間に約1000人のトモカイトが投獄される弾圧で、フォックスは宗教と社会の伝統に対する意見を強めていった。説教でたびたびクエーカーは水による洗礼を拒否していることを強調し、このことは内面の変革をトモカイトが目指していることと、 外面的な儀式を迷信と見ているのではないことが、どのように違うかを明らかにできる方法であった。フォックスが聖書について議論する際に、相手方の信者を怒らそうとするものでもあった。この方法は、法廷でも見られ、犯人が帽子を脱がそうとすると、フォックスは聖書のどこに、そんな命令があるのかと尋ねてかぶり直した。キリスト友会は10年も経つ頃には、 急激に組織化されていった。現在の年次集会の原型になるベッドフォードシャアで3日間開かれた集会など大きな集会が開催された。フォックスも二人の友会とを投獄されたクエーカーの証明を抑圧の証拠として集めてくるよう全国を回らせ、現在も続く受難集会を1675年に開催することとなった。QFP7 王政復古で クエーカーの命運は怪しいものになった。フォックスは再び反乱陰謀罪と狂信的宗教行為で再び起訴された。軍事的な意図はないことを示して再度釈放された。ランカスターの獄中で国王に戦争と国内の宗教弾圧を控え、忠誠を誓わせること、演劇、メイポールゲームを控えるべきだとする統治に関する韓国書を書いた。こうした提案は、 フォックスのピューリタン的傾向を表していて、死後数世紀経ってもクエーカーに影響を及ぼし続けている。国王は、フォックスの意見を少なくとも一つは聞き入れた。リチャード・クロムウェルの時代に投獄された、クエーカー700人を釈放したが、政府は他の暴力的な運動にいかなる関わりがあるのか、疑念を抱いていた。第五王国派が1661年に起こした反乱で、 この集団とクエーカーなどそれ以外の被告教徒に対する弾圧が起きた。一方、ニューイングランドのクエーカーは活動を禁止され、国王は活動を禁止し、帰国を認める直令を出すよう、数密顧問官の助言を受けた。フォックスはニューイングランドのトモカイトがロンドンに来た時に何人かと会うことができ、植民地への興味をそそられた。フォックスはすぐには行けなかった。 1663年に宣誓を拒否して、再び投獄され、1666年に釈放されても組織上の問題に暴殺され、アイルランドまで手を伸ばした。アイルランドでもカトリック教会がやりすぎていると見ていることについて説教する機会があった。近年のクエーカーは、互いの宗派に交流があることを指摘している。お互いに集会で、神は実在するといい。 教会の全体的な意見に聖書の占める割合を増やしていると。しかし、フォックスはこの点を理解せず、プロテスタントの環境を奴等に敵対できるものとした。聖書に対する信頼感は他の信者より大きかった。1669年にフォックスは上流階級の女性で早くからの回収者で、スースムアにあるスースムアホールのマーガレット・フェールと結婚した。 夫のトーマス・フェルは1658年に死去し、マーガレットはランカスターで数年間フォックスと共に投獄されていた。二人の宗教活動は互いに人生の根幹を成すものとなり、後に教団で行う大量の業務を共同で行った。1671年、バルバドスとアメリカ大陸のイギリス人居住地に行き、そこに2年間滞在した。 北アメリカ大陸で最初に足を踏み入れたのはメディーランドだった。そこで地元のクエーカーの4日間の会合に参加した。様々なイギリス人が他の植民地へと移っていく中でその地に残った。なぜなら先住民と会いたいと思っていたからである。先住民はクエーカーの方法に興味を持っていた。フォックスは先住民の普段の物腰に感動し、 愛情と敬意を表明した。植民地のどこに行っても、そこに、友会とのための組織を確立する手助けを、かつて、イギリスで行ったのと同じ手法で行った。多くの低エーカーに対しても説教を行い、中には回収する者もいて、ランター派やカトリックには、信念がなかった。先住民には、神の光と精霊はないという意見に、真っ向から反対した。フォックスは、 オランダやドイツ各地の友会とのためにアムステルダムでの年次大会を開いた。植民地各地をめぐる大旅行を終えると1673年にホックスは帰国した。しばらくして再度投獄され健康を損ない始めた。マーガレット・フェルは国王に釈放を請願し釈放されたがホックスはすぐに弱った体で動くのは無理だと感じた。 代わりに本や手記を増やす一方で講師の手紙の数を増やした。クエーカーの考えが重要だと確信していた制約の問題に労力を多くつぎ込んだ。神に対するものと同じく真理と内なる光に関係する毎日の生活における真理の価値を目の当たりにすることができると感じた。1677年と1684年にオランダのフレンド会を訪ね、 規律を守るための会合を組織した。ドイツにも信仰の旅に出かけた。一方で、イギリスの友会とには会合での女性の役割をめぐる論争に手紙で参加し、自分が消耗したことを感じた。帰国すると論争に終止符を打とうと南部に滞在した。1684年を終わりにかけて健康状態が悪化したが、自分の信仰とクエーカーの処遇について、ポーランド、 デンマーク、ドイツなどあらゆる国の指導者に手紙を書くという、新たに困難な活動を続けた。晩年には FOX は年次会合に参加を続け、友会との受ける扱いについて、以前議会に陳情を続けた。1688年の名誉革命、及び翌1689年の官僚法で、クエーカーが一様に迫害を受ける状態に終止符を打ち、この年に、 多くのクエーカーが釈放された。ジョージ・フォックスの墓標フォックスは1691年1月13日に死去し、ロンドンにあるバンヒル墓地のクエーカー埋葬地に葬られた。日記は1694年にトーマス・エルウッドとウィリアム・ペンが編集して初版が出版された。宗教関係の伝記としてアウグスティヌスの告白ジョン・バニアンの 罪人にこそ与えられる恩調と比較されてきたが、それでも読者に訴えるのに成功している大変な個人作業とされている。日記はフォックスが訪れた17世紀の街や村の日常生活を詳しく知ることができると歴史家に利用されてきた。数多くのフォックスの手紙もほとんどは反復するつもりで書いたもので、指針はわずかであるが出版されている。 1650年代から書き始めた、すべての人の平和を求める友人や、光の中で互いを知り合う友人にと題する手紙は、フォックスの信仰にズバ抜けた見識を与え、見識を広める決意を示している。こうした手紙は、クエーカー以外の自身を、キリスト教の正当派とする多種派にも読者が現れた。フォックスはエルウッドから、顔立ちは優美で、男らしく、威厳があり、 礼儀正しく話す人と言われている。ペンは、あらゆる礼儀作法をわきまえた平民と言った。また、説教は変異で力強く、心熱く祈り、他者の精霊を見出し、自身に対する非常に優れた主人であり、季節に合わせた言葉で話す方法を、わきまえ、真理であると断言できる勇者、心理を擁護する大胆な人、そのために苦しみ、岩のように不動の人と言われている。 1694ジャーナルフロントマタートモカイトに対するフォックスの影響力はもちろん相当強力なもので信仰は教団によって広められていったフォックスの信仰がすべてクエーカー全員に受け入れられたわけではないが芸術に対するピューリタン的な反対と進学に対する拒絶反応が一時期こうした実践を発展させることを妨げたジョージ・フォックスの名前はトモカイが キリスト教に起源があることに対するリベラルな意見を嫌う伝統を重んじる、ともカイトがたびたび口にしている。同時に、クエーカーや多種派の人々は、ホックスの宗教体験に関わることがあり、ホックスと対立した人々でさえ先駆者と認めることがある。いつもクエーカーに近い考えだったと思われる、ウォルト・ホイットマンは、ジョージ・ホックスは、人間の、おそらく最も深くにある、 静かな時間に起き上がる思考を表している。この思考は神の思考であり人間に備わった道徳と不道徳を合わせたものである。偉大なり、この考えはいつも偉大で他のあらゆるものより偉大なものである。と書いた。アメリカ合衆国オレゴン州のジョージ・ホックス大学は1891年に太平洋大学として設立され、1949年に 解消した。フォックスの日記は、1694年の初版以来、時代ごとに様々な版が出版されている。1952年のジョン・ニコルスの再版本以降の、ものは、一般に最も正確なものだと考えられている。上記の参考文献は、ルーファス・ジョーンズの1908年版によるもので、出版もされている。その他、以下のものが有益な情報源となるであろう。 原中、ジョーンズ1908原中、マーシュ1847、364原中、ジョーンズ1908原中、ジョーンズ1908、客中19原中、マーシュ1847、31から32、原中、原中、逆中、クロムウェルの場合には、五民間と訳すこともある。原中、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  ありがとうございます。